ですよ。こんな機会ってなかなかないですよ。さすが台湾で研究が進んでます。びっくりしました。竹炭っていうのは燃焼の温度帯によって伝導率が変わるんですよ。竹取らなんかでもですね、400度から下ぐらいを低温の竹炭で、800度から上を最高級の高温で焼いた竹炭っていうふうに分類してるんですけれど、これ普通の竹で500度、600度、700、800、900って言ってね、それぞれその燃焼温度を変えた竹炭を展示してあるんですよ。これで伝導率がどれだけ変わるかっていうことをここで説明する機会なんですけど、この竹がやります。全然電気つかないでしょ。500度のボタンを押します。これでもやっぱつかないですよ。低温の竹炭っていうのは伝導率が悪いんです。600度いきますよ。600度でもやっぱつかない。この700度を押します。700度でこれだけ電気通るということです。見た目は全く同じなんですけど、燃焼温度を変えてあるんですよ。で800度押しますよ。これだけ明るく、まあ、これだけ伝導率がいいということです。ところが最後のこの900度の竹炭をボタンを押します。これです。すごいでしょ。普通の竹だったら電気は全然つかないんやけれど、900度以上の高温で焼いた竹っていうのは電気の伝導率がものすごく良くなるって話なんです。ただですね、その低温で焼いた竹炭だから良くない、高温だからいいというわけでもないんです。低温で焼いた竹炭は低温なりの、高温で焼いた竹炭は高温なりの効能があるということで、だからね、低温で焼いた竹炭はアルカリ性とか そのアンモニア臭、トイレの匂いの吸着なんかにものすごく優れている。シックハウスであったりとか化学物質過敏症とかって言われる、その吸着にはこの900度以上のこの温度の竹炭じゃないとダメなんですよ。これがだからね、竹の素晴らしさで、これが人の役に立つというかね、人の暮らしの中に昔の形とは違った形で入っていくということです。竹炭の効果、竹っていうのはもう全国共通ですよ。だから素晴らしいんです。でやっぱり竹炭っていうのもね、いろいろです。面白いです。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。